これまで何を基準に中古車を選んでいましたか？中古車の品質の違いが分かりますか？中古車の品質基準、 AIS の品質評価基準は今や中古車業界のスタンダードへと向かっている。10段階評価の分かりやすい品質表示によってユーザーの購買をプロの目がサポートする。プロの認定検査員による300項目以上にも及ぶチェック機能、20年にわたり培われたノウハウと第三者機関としての信頼性、 AIS は厳正かつ公正に検査し、安心して中古車を選択できるシステムを構築しました。その評価基準はメーカー系中古車事業会社との連携により業界標準へ。 AIS 中古車品質評価システム、中古車選びはこの信頼のマークから始まる。紹介するのは C200、 外装色は白、評価は外装 A、 内装 A、 総合評価5点の車両です。こちらはワンオーナー車です。ヘッドライトにはバイキセノンを装備しています。内装と主な部分を見てみましょう。内装の色は黒メインです。半革シートです。エンジンをかけてみましょう。キーレスです。そしてスペアキーです。純正の HDD ナビが装備されています。オーディオには純正の CD があります。そしてこちらに ETC です。内装は目立つダメージもなく、すっきりとした綺麗な状態です。タイヤ山は225-4517、アルミの傷は2本で、左リアとそして、失礼しました、右リアと左のフロントに傷があります。トランクルームを見てみましょう。目立つシミ汚れ等もなく綺麗な状態です。続いて下回りです。サビ突き上げ等もなくすっきりとした状態です。タイヤ山は
すべて五分山です。先ほどの左フロントのアルミの傷です。エンジンルームを見てみましょう。オイルにじみ、汚れ等もなく綺麗な状態です。ご紹介しました。それではまた AI 手動画でお会いしましょう。ありがとうございました。